スプリウス・ルクレティウス・トリキピティヌスは、ローマ史書記における反伝説的な人物である。彼は古代ローマにおける初の補充失政官の一人であり、また、ルクレティアの父である。セクストスタルクイニウスに交換された彼女が自殺したことが、結果として、ルキウス・スタルクイニウス・スペルブス王の敗位と、共和制ローマの設立につながった。このルクレティウスとその業績は、 少々伝説がかっており、最も古い彼の記録は、リウィウスとプルタルコスの著作に見られる。エドアルドロサレス、ルクレティアのシローマ王のアルデーヤ行為中、彼の息子セクストゥスは、陣を抜け出し、王のオイルキウス・タルキニウス・コレッタティヌスの妻であった、ルクレティアを強姦し、何食わぬ顔で陣地へと戻った。翌日ルクレティアは、黒い服を着て、ローマにある実家へ赴き、 嘆願するように膝を折り、泣き崩れた。何が起こったのかとの問いに彼女は証人を呼ぶよう求め、交換があったことを明らかにした後、相手への復讐を呼びかけ、この嘆願を目殺しないよう、確実に聞き届けられるよう頼んだ。対応を議論している間に彼女は隠し持った探検で、自ら心臓を貫いてしまった。彼女は父親の腕の中で池を引き取り、 女たちは嘆き悲しいんだ。この無残な出来事は、凄まじい恐怖と同情をローマ人に巻き起こし、このような無法が暴君によってまかり通るならば、たとえ何人殺されようと我々は、自由を守ると声を一つにして立ち上がった。別の説では彼女は、ローマへは行かず、ローマにいる父とアルデア人中の夫に使えし、それぞれ一人ずつ友人を連れてくるよう頼んだ。 父は、プブリウス・はレディウスを、夫は、ルキウス・ユニウス・ブルトゥスを選んだ。彼らが到着すると、彼女は部屋で何が起こったのかを説明し、あのカンプに必ずそれ相応の報いをと復讐の誓いを立てさせた。彼らがこのことについて議論している間に、彼女は探検を抜き自身の心臓を貫いた。革命の間、ルクレティウスは、ローマで指揮を取り、ブルトゥスは、 アルデアの陣へ向かったブルトゥスとコンラティヌスは、ローマの初代執政官に選出された。ディオーニュシオスによると、まずルクレティウスがインテルレクスに任命され、二人に王の権力を引き継いだという。コンラティヌスはその名前が退位させられた王を思い出させるとの理由で、民衆からの辞職の要求にさらされた。ブルトゥスは彼に民衆をあの忌むべき王から解放したのだから、 今度はこの憎むべき名前から彼らを解放してやるよう説得した。リウィウスはこの件に対するルクレティウスの関与を記している。はじめコラティヌスはこの突拍子もない要求に驚き声も出なかった。有力者たちは彼を取り囲み同じ弾丸を繰り返したが到底受け入れられず断った。彼よりも年齢もキャリアも上で、 なおかつ義理の父であるスプリウスルクレティウスがありと、あらゆる方法で説得してやっと、彼は、この嘆願を聞き入れた。この失政官は、彼の人気が綺麗一般人に戻ってからも、同じ要求がなされることを恐れ、資産の喪失と不名誉を伴うものの、正式に辞任し、所有物のすべてを、ラティウムにあるラヌイウムへと移し、ローマを引き払った。コラティヌスの退去後、 ワレリウスが彼の代わりに選出された。ブルトゥスが、そのすぐ後、シルーア・アルシアの戦いで選出すると、ワレリウスは、ブルトゥスの補充選挙を行い、ルクレティウスが補充失勢官として同年前509年に選出された。しかしながら、高齢でもあり、ルクレティウスは、その数日後に亡くなった。彼の後は、マルクス・ホラティウス・プルウィルスが就任した。 ありがとうございます。